サッカー普及のための活動はスクールだけに限らない。大分市内の幼稚園、トリニータの車がやってきた。訪れたのはブラジル人のリシャコーチ。今日サッカーです。今日は久しぶりの幼稚園の巡回なんですけど、子供と一緒にね、サッカー楽しくやりたいと思います。トリニータではサッカー普及のために地域に赴いて定期的に教室を開いている。園内にはトリニータのマスコットの絵が飾ってあり、歓迎ムード。教室にはトップチームの福森直也選手と清本匠選手も参加した。教室では準備運動からボールを使うなど、園児たちが楽しめる工夫をしている。コーチとまた一緒にこう遊びたいじゃないんですけど、まさかね、遊びでもあるので、ちっちゃい子供に対してはそういう本当に楽しく、サッカーの楽しさを、伝えるというか、感じてもらうような考えで、日々指導してます。選手にとっても地域の子どもたちと触れ合える貴重な機会だ。やっぱりこうスタジアムとか行っても子どもの声とかあんま聞こえますし、そういうのはすごく力になると思います。そうですね、やっぱり子どもはやっぱりめちゃ元気なので、その元気ももらいつつ、声援も聞こえてくるので、やっぱり頑張ろうっていう気持ちになります。教室ではトリニータの育成方法も垣間見えた。運動が難しくなったことで上手にできない園児たちが続出。そこでリシャコーチはどうしたらうまくできるか問いかけた。高くする。そうやな、高くすればできるかもしれないな。あとは力を身につける。アカデミーでも実践している方法をサッカー教室にも取り入れている。全然こういう機会があればどんどん来て、サッカーに興味のない子どもたちにこうサッカーに興味を持ってもらって、少しでもこうサッカーの人口を増やしていけたらいいなっていうふうには思いますね。こういうイベントをたくさんやってもらえれば、いろいろな人にサッカーも知ってもらえるし、サッカーの楽しさも知ってもらえるので、たくさん行ければいいなと思います。今日の子どもたちもそうだったんですけど、元気がすごくあるので、パワーもらえますよね。もう純粋なので目にもう出ますよね、その楽しんでいるか楽しんでないか。だからすごくその中でこう一緒に触れ合えて、こう楽しい時間を過ごせるのも本当にこうサッカー通じてですよね。だからすごく楽しいですよね。僕の人生の中で、一言っていう意味で感謝という言葉、一番初めに浮かびますね、頭の中に。